皆さん、こんにちは、ひろきでーす。いただきまーす。あー、おいしい。しかしですよ、しかし、明日は東京都心でも、まあ、朝の通勤時間帯は大丈夫なんですけど、その後雪がガンガン降るようでして、もう滑ったり、転んだり、自転車もそうですけど、車が滑って突っ込んできたり、何やらレインボーブリッジが封鎖されるそうで、いよいよ来ましたか。ね、寒波が、東京にも。ねえ。僕どうしよう、もう外出予定あるのに、お尻ぺちゃーんってなっちゃいそう。こけそう。やだなぁ、もう、こういう時に限って。いやぁ、ちょっと、皆さんもお気をつけくださいね、本当に。土曜日だから、土曜日ですよね。金曜日じゃないですか。出勤する人多いでしょう。皆さん、お気をつけて、本当に。ねえ。まあ、今日はもう全然楽々でお散歩してたんですけどね。明日は散歩はなしだな、これは。家で静かにしとこ。あー、いやー、今日は全然働いてないけど、10時からあのミーティングなんで、今のうちに飲んでます。はい、今のうちだと思って、今だったら飲めると思って、はい。いやー、ねえ、10年ぶりぐらいじゃないですかね、東京都心でそんな道路も凍りつくようなね、雪っていうとね、なんか白線の上がやばいんですって。白線の上って凍りやすいんですって。そんな簡単な話ですかって思っちゃいましたけど、あとはですね、タクシー乗り場があの踏みつけられているっていうのと、あとは傾斜がついている、この2つの理由で危ないそうですね。でまたみんなタクシーに乗りたがるんですよね、雪なんでね。はい、いや気をつけましょうね、東京都民諸君、気をつけたまえ。私もだ。で、いやー、今日のうちに何か買い込んどこうかな。いやー、大丈夫なんですよ。うちはコンビニがですね、あの徒歩1分のところにあるんですけど、あの屋根がついてるんですよ、歩道に。フラワーロードっていう道なんですけど、花が咲いてて、植木に花が咲いてて、いつも年中花が咲いてて、
で、あれなんですよ。あの、屋根がついてるんですよ。歩道に。だから、全然雪なんて関係なく、セブンイレブンに行けるんで、あったかいパスタでも食べようかな。そうしようかな。うん。ねえ。いやー。それにしてもトルコの地震大変そうですよね。もうあんなのと比べたら、ねえ、東京都心の雪なんてね、大したあれじゃないですけど、ただ自分に関わってくるんでね、やっぱ気になりますよね、どうしてもね。はい。車運転される方とか気をつけてくださいね。ノーマルタイヤじゃダメですよ、多分。はい。そうそう。ほんとそうですよ。はい。もう、なんか前の大雪ではレインボーブリッジのあの、ゆりかもめがあの、こんなのあるじゃないですか。あるじゃないですか。こんなの。逆か。こうか。あそこが立ち往生になったらしいですよね。雪で凍ってる中、サイドブレーキもなかなか効かないんじゃないですか？大丈夫ですか？ねえ。だからレインボーブリッジ今回は封鎖らしくて。はい。教訓情報をうまく活用して、今回は対処するらしいですけどね。はい、ということで皆さん気をつけてまいりましょう。はい。また次の配信でお会いしましょう。なんですかね、僕調子悪いな、酔っ払ってんのかな。もう酔っ払ってる。いけないな、休みの日だからって。これからミーティングあるのに。はい。ちょっとシャキッとします。はい。じゃあ、それでは、別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。